グラブルやっていきますということで、いやー、ついに10周年来ましたね。自分ちゃんとあの奇跡みたいなの見たら、ちゃんとリリース開始日からやってましたね。ただ全然解禁賞ではないですけどね。イベントもやってないのはちょこちょこありました。そして2024年からね、ついに本気になったしのちゃん、1月中盤からねレバンスウェポンも集め始めて、自発のみでね、最近ちょっとちょっと失速してきて、週に3回くらいしかちょっとチャレンジしないですけど、一応ここまで約2ヶ月でね、レバンスウェポンここまで凸が進みました。結構順調に凸進んでるんじゃないかな。個人的に凸がしたかったね、このシュレディンガーっていうのと、このジーク探検っていうやつ、これが凸できたのでかかったかな。そんな感じです。ちなみにスペリオールシリーズはね、なんか少し前にさ、配布でさ、属性ガチャでエクスカリバーもらえたじゃないですか。自分その時土だったんですけど、それがなかったら自分他の武器種選んでましたけど、なんか土だけある、自分 A 型なんでね、土だけあるの気持ち悪いんで、せっかくならエクスカリバーね、全種類揃えたいんで、多分毎年配布があると思うんでね、自分対無限用にね、水のエクスカリバーにしようと思ってたんですけど、所持の武器の剣見たらね、水はそこそこ剣強いのあって、光と闇だけね、強いのなかったんですよ、剣。光は終末しかなくて、闇はドロップさんのさ、六竜の剣しかなくて、自分はちょっと闇のエクスカリバーにしようかなって思いますね。今回はね、このスターレジェンドガチャセット、これだけね、買おうと思います。一応昨日ね、今回サプチキじゃなくて、スターレジェンドセット何があるのかなと思ったら、今回はこのシーズン系、で、次がリミテッド系が来るらしいんですよ。で、レジェンドフェスとグランデフェスは自分やらないですね。その理由っていうのはあれですね、自分もう数年前にね、ドッカンバトル廃課金者だったんですけど、もう月余裕で30万円くらい課金しちゃうね、ヘビーユーザーだったんですけど、ドッカンバトルだけでね、今はもうどのゲームにもね、課金しないんですよ。ルールがありまして、確率のものに課金はしないっていうルールをね、数年前に作りまして、だけどこのスターレジェンドガチャセットはね、外れがないんで、確率じゃないんですよ。特別にこれはね、買ってあげようと思います。グラブル本当に応援しているんで、応援しているゲームにはね、ちょこちょこ課金してあげるんで、確率じゃないものにね。ということで、まずね、こっちの、火、水、土のね、スタレ行きましょうか。去年ね、同じようなスタレがあって、その時自分は10枠目にナタク設定してて、ナタクが出たんですよ。うわ、ナタクかよ、外れかよと思ってたんですけど、その時まだ全然のほほんユーザーだったんで、一時、日課しかやらないユーザーだったんでね。ナタクの強さは分かっていなかったんですが、ナタクにはね、ちょっとお世話になりましたね。前回の古戦場とかでね。で、今回調べたんですけどね、なんかノアとかそこら辺が当たるらしいっすね。ただ10枠目がね、当たる率が高いっていう噂があるんでね。まあでも自分に関しては別に選んだのはあれですね、目についたのただタップしただけなんで、欲しい順とかじゃないっすね。そんな感じで、自分は一応ね、火のメデューサが狙いでいきます。いつもね、火のメデューサあればこのパーティー組めるのにって思う攻略サイト見ててね、思うことが多いんで、火の水着メデューサ狙っていきます。スタレ、おお、珍しく虹が出た。ここで神石あたりお願いしますよ。まさかのミショジー武器っぽいな。アルベスデミクロン持ってるね。耳飾り、さあ行きましょう。メデューサお願いします。果たして何枠目が出るのか。あ、シャトラ。個人的にはなんか一面いらないかな。個人的にはね、さっきの10人の中で一番いらなかったかな。次はこっちのね、風と光と闇。こっちの一番狙いはね、自分アニバサプチケは、光の無限に交換しようと思ってたんですよ。いつも攻略サイト見てね、パーティー組むとき、光の無限欲しいなって思うことが多いんで。第一候補は光無限ですね。あと、風リッチも欲しいな。第二候補で風リッチ。第三候補で、光アグロバルか、光ギルノートって感じかな。この中でね、あんまり欲しくないなって思ってるのはね、
クピタンかな、クピタンと マキラさあ行きましょう。でここでね、光無限引いておきたいです。ここで引けばアニバサプチキは違うやつに使える。自分光無限に使う気満々なんで。お、珍しく、すごいね、 SS が結構出るね。紙石お願いします。おお、バイブか。お、ダマスカスコ、すっげえな。昔は結構グラブルも課金、昔ね、あのグラブルはスタレとサプチキは毎回買ってましたね。途中からその全アプリゲーム課金やめたんで買わなくなりましたけどね。さあ行きましょう。当たり枠の中からね、お願いします。4枠あるんで超大当たり。うわね、すごいね、やっぱ。すごくないですか。この10体の中であんまり欲しくなかったのはマキラとクピタンって言って、結果マキラっていうで1個前のやつは一番欲しくなかったのはシャトラだったんですけど、言わなかったですけどね。一番欲しくなかったのシャトラが出ました。でなんかね、すごいなんかね、やっぱり確率のものに課金はしちゃダメだなって思いますよね一応外れではないとはいえね、ダマスカスコも当たりましたしね。まあいいでしょう。グラブル応援してるんでね。ちょっとグラブルね、あとアニバサブチケだけ買えますよ。リミテッドスタレはね、外れ枠がね、1枠とかじゃないんで、外れ枠がね、多分2、3個できちゃうんですよ。さすがにやらないっす。あとはグラブルはアニバサブチケ買うでしょ。あ、多分気が向いたらね、このクラシックフェスっていうのをいつかやるかもしれないですね。なんか、期限が1年間あるんで、だったら本当今アプリゲームには自分ね、グラブルにしか課金してないんで。なんならあれですからね、今最近据え置きのゲーム頑張ってるんですけど、ファイナルファンタジー15がクリアして終わったんで、10年くらいやってなかったんでね、据え置きのゲームね。今セールだったらドラゴンズドグマやってるんで、それ終わったらグラブルリリンクとかやろうかなって思ってるんで。なんかまだ今買えば多分まだね、なんかアイテムもらえるっぽいんでね、グラブルリリンク買おうかなと思ってますね。まあ、グラブルには頑張ってほしいですね。そんな感じで。いや、なんか、すげえなんか、スタレね、個人的にはちょっと敗北感があります。いや、まさかさ、あんまり欲しいなって思ってなかった、10体の中では個人的に最下位の方にいたね、人たちがドンピシャで出てくるとはちょっと思わなかったですね。結構不愉快です。12神将たちには悪いんですけどね。どうなんですかね、性能。性能をちゃんと見てないんでわかんないですけど、性能見てこようと思います。そんな感じで、ちょっと長くなっちゃいましたけどね。グラブル10周年おめでとうということで、グラブル最高ということで、どうもありがとうございました。